ずっと頭がずっと自分の右足の角度を強いぐらい。そう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 、そんな感じ、そんな感じ、こうなってたじゃん。そう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 、この音どうだったの、瞬間に向こう見ちゃってるから、ずっとこの辺見てる。もし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 、惜しいね、惜しいね、惜しいね。まあまあまあ、これまあまあ、最新の機械で見れるのがいいですね、後から。すごいプロの選手みたい。あ、惜しいね。もっと今ちゃんと。あ、20。今日飛んだよ。なんか、先生、2回目にしてすごいなんか、様になってきた感じが。60っていうのは何なんでしたっけ？60ヤード。ヤード。そう、だからメートルで言うと、だいたい55メートルぐらい。すごいじゃん。なんかすごいな、もう打ちたくてしょうがないんだな。おー、これいったんじゃん。本当？おー、いいね。すぐ数字気にする。はい、触れた。ハワイいいね。場所選べるんだ。これ本当にリアルなコース、すごい。リアルに再現されてるんですか？うわー、夢だね、ハワイリアルのね。あ、すごい。見るとわかるね、先生のね。おお。あ、でもいい感じ。出た？おお、やった。胸は力抜くのすごい太くいかもね。わー、気持ちいいね、入った。ママだね。本当に結婚式してるみたい。Thank you.
銀座の伊藤先生です、はい、よろしくお願いします。伊藤です。よろしくお願いします。先生、あの親子でゴルフのレッスンを受けたいんですけども、それは可能ですか？はい、あ、全然可能です。はい、全然大丈夫です。ただ、はい、あの大人と子供ですとやるポイントが違うので、うん、あの一緒に同じことを、まあ、進めていくってことはお勧めしません。あ、それはどうしてですか？あの大人の場合は頭で覚えていって、うん、子供の場合は体の感覚で覚えていくので、うん、あの覚え方が違うんですね。へー、はい、でまたあの子供の場合は、まあ、習い事としてもやれるんですけど、うん、あの大人以上に始め方が大事で、最初に楽しめないと、うん、あの続かないんですね。だから大人はゴルフをやりたいと思ってれば多少我慢してやれるんですけど、子供はもう別にあ、じゃあやめたってなっちゃうので、だからとにかく最初にこう楽しませながらこうやっていくってことが大事なので、だからやっぱりこうやり方が変わってくるなっていうところはありますね。となると、じゃあちょっと時間は分けた方がいい感じですかね？そうですね、時間は分けた方が絶対いいですね。だ、まあ、そこをうまくおとなしくね待っててもらえたりとかできれば最高なので、はい、工夫してみてください。はい、はい、私の家系とかでは誰もゴルフをやっていなかったので、はい、もう本当にゴルフっていうと、うん、お金持ちの方たちのなんかすごいビップな遊びっていう感じで、お金がとにかくかかるんじゃないかなっていうイメージなんですけど。もうそれ本当よく言われるんですけど、はい、大人の一般の方が言ってるのはコースだとディズニーランド1回分ぐらいの金額ぐらいで回れるところもありますし。本当ですか？はい、あ、もっと何万もすると思ってました。あの土日 の、 そのメンバーシップって、まあ難しいこと言いますけどね、ある結構有名なゴルフ場とかだと、はい、まあ、それは何万円もしますけど、うん、アウトレット行くぐらいのつもりで地方のぐらいのところまで行けば、うん、もう全然1万円切れますし、5000円とか、あとは早朝とか、あとまあ午後の、まあ、日没というか、うん、あのナイターとか、うん、そういうのとかも入れると5000円ぐらいとか、例えば3000円とかでも全然できますし、最初のおすすめはショートコースって呼ばれるあのまあ短いあのコースのところだともう1000円とか2000円とかで回れるので、はい、まずは最初そういうところからちょっとずつ、そうゴルフが楽しければだんだん費用って上がっていってもいいと思うので、ただ最初はとにかくもう、ね、安くて気軽にできるところで、安いところの方が気軽にできるので、はい、ただ日本のゴルフ場の場合はいきなり練習しないで行くっていうのがちょっとダメなんですよね。まあ私の基準で言うと、まあ100メートルぐらい、100ヤードって表現なんですけど、まあ100のぐらいボールが飛ばせられるようになってから行くことをおすすめするので、そうするとやっぱり練習場とかレッスンとか受けないといけないんですけど、練習場の金額もちょっと郊外に行けば練習場代も1000円から3000円とかで1、2時間くらい練習できるので。あ、そうですか。はい、あ、よかった。下手すれば最近だとジュニアの子はもう半額とかそういうところもあるので、実際よく考えたりとか調べたりすれば結構安くできます。うん、あ、そうですか。はい、先生、その辺のあたりちょっとはいはいはい、あの何かあの胸マリチャンネルをご覧になってくださって、はい、あのレッツゴルフウィズタデンで、はい、伊藤先生に予約していただいた方たちに何か特典なんてあると嬉しいんですけれども、はい、そうですね。じゃあ、まあ、特別に、まあ、じゃあこのチャンネル、うん、胸マリチャンネル見てくれた方は、うん、まず出資料半額。はい、やった。でレッスン代も部屋取っていただいた方、まあ要予約なんですけど、まあ30分はまあ無料、やったー、体験レッスンみたいな感じで、はい、やらせていただきます。ありがとうございます。はい、やった、はい、じゃあお子様と一緒にやりたいという方も気軽にちょっとまず始めてみようかなっていう。そうですね、もうとにかく電話とかでうちのスタッフ、まあ僕含めて、うん、何でも分かんないこと聞いてもらえれば、はい、大丈夫なので、むしろゴルフって分かんないことだけだと思うんですけど、はい、みんななんかそこの最初ハードル高いみたいな感じなので、はい、もう本当どんな質問でも、はい、していただければ大丈夫です。あ、よかった。本当に私がまずゼロからのスタートですよね、はい、先生ね。あ、そうですね、はい、なので大丈夫だと思います。先生優しく全部教えてくださいますので、はい、わ、はい、かりました。じゃあ今後の胸マリチャンネルで、はい、ぜひ先生に、はい、私と胸くんがですね、はい、レベルアップできる、はい、そして皆さんにゴルフに興味を持っていただいて、はい、ちょっとでもゴルフのね愛好家が増えることを願って、はいはいはい、シリーズで始めたいと思いますので、はい、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。